こんにちは。こんにちは。今週も火曜日になりました。今週の和太鼓でしょうは僕、田口亜希と加藤とわでお送りします。お送りします。和太鼓でしょう。今日は両太鼓さんの道場をお借りして練習してきました。今日練習が自分めっちゃ久々だったから手の皮むけちゃいました。いる。自分も練習、みんなで練習するのが久しぶりだったから、ちょっといつもより頑張っちゃったから腕がパンパンです。和太鼓のショー。というわけでこんな感じで車の中で撮影してます。じゃあ今週もやっていきましょう。和太鼓でショー。昔から、まあ、前から空飛びたいなと思ってて、前から空飛びたいなと思ってて、この前パラグライダーの予約をしたんですよ、うん、でその場所が那須で行って、車で運転して初めて首都高乗って車で何時間 ?4 時間ぐらいかけて行ったんだけど、なんか空の風のコンディション向きとかのせいで飛べずに2時間ぐらいただ上で待って帰ってきたっていうのが悲しい。和太鼓でしょ。ずっと待ってたの。止まってた。飛べない。そう。はじめ何装備してすぐ行けんのかなと思ったら全然行けなくて、それが2時間3時間続いて。やばい。そう。逆にトアはこの夏なんかした？いや、本当だったらね、あの自粛期間がなかったらもうこの夏はバイクの免許取っていっぱい走り回って予定だったけど、自粛期間で教習所が通えなくなっちゃったから。今でしょ。だから今年の夏はあんまり何もしてないです。和太鼓でしょう。短かった。夏休み短かったね。いつ 2週間ぐらいしかなかったから、いつもの半分ぐらい。じゃあつまんなかった夏休みだね。うん、あんまり楽しめなかった。9月でね、いとこ6人でね、ドライブどっか行く約束をこの前にしたね。うん、トアと俺とサナ、ヒロ、リュウ、リノ、いとこ6人で、まだどこ行くかはちゃんと決めてないけど、どっか行こうか。さっきトワと話しててサファリパーク行くって、うん、なってたから初めてだよね、6人で、うん、6人だけで行く。コロナがなかったら何ユニバみんなで行こうって話だけど、ちょっとさすがに厳しそうだから。ずらしやな、ずらしやな。サファリパークサファリパークに行くかもしれません。楽しみ。和太鼓でしょ。あ、バイク乗りたいバイク決まったの？バイクは、うん、今はレブル250ってやつ乗りたいな。かっこいい。かっこいい。アメリカン編みたいなバイクなんだけど、わかんないけどかっこよさそうな。こういうバイク、ね、バイクだったらどこでも行けるよね。うん、バイクだけで。和太鼓でしょ。フロンターレは今どういう状況なの？フロンターレは今何連勝？10連勝してんだ。そう、すごいね。1位ダントツで見ている。やばいな。
3対1でフロンターレ。3対1でフロンターレ、うん、多分。和太鼓でしょ。この間本番で一回演奏した曲目をちょっとアレンジして今日練習したんで、その動画をぜひ見てください。どうぞ。見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。どうだった？いや、結構最後なんてずっと打ち込みだから、ね、疲れてる。きつかった。しかも前オケでやって今回は違うじゃん、中東で、ね、そうやるから。だからまたなんかやってて違った感覚がした。迫力があるなって、うん、僕よりやっぱり。あとあれだね、和太鼓でしょ T シャツ注目してほしいんですよ。最高でしょ。いつも見ていただきありがとうございます。突然ですがチャンネル登録者数の発表です。今週のチャンネル登録者数はなんと151人になりました。イエーイ。前回から2人増えました。ありがとうございます。また引き続きチャンネル登録お願いします。お願いします。和太鼓でしょう。喋りはね、まだね、全然上達してないけどね。今後喋りもね、和太鼓の技術とかもね、向上したりで、ちょっとずつ上手くなれるように頑張るので、引き続き加藤とわと田口あきを応援お願いします。今週の和太鼓でしょうは終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。来週もお楽しみに。お楽しみに。最後まで見ていただきありがとうございました。